はい、というわけで皆さんこんばんは、トットと申します。イエーイ。はい、というわけでですね、火曜日に、ランキングダンジョンのベルゼブブ杯、同キャラ禁止の動画を上げたんですが、その当時はですね、月曜日ですね、月曜日の段階では 6.5% だったんですけど、なんと、現在11月18日金曜日になるんですが、なんと 10% を下ってしまいました。これはダメだということで、なんせ火曜日の動画にも 10% 以内って入れてるんですよ。私の中でも 10% 以内っていうのは絶対っていうイメージがあります。だってあと2000点でまた 10% 戻れるんですよ。ということで、まあ、今回ですね、リベンジランキングダンジョンということで、2度目になってしまうんですが、ベルゼブブ杯のランキングダンジョンに再度挑戦していきたいと思います。ただ、前回初見的な感じでも流してるし、今回12フロアで長いので、成功例のみお届けしたいかなと思っております。わかんない、多分。はい、というわけで、11.2% 始まる前、16時39分、魔法石11個、次の報酬区分まであと2000点、5万9000点のスコア、トットのスコア、こうなりました。ご覧ください。どうぞ。頑張るぞ、イエイイエイイエイ。多分黙ってます。頼むかな、もう早く、デスコスコア来た、全部ワンパン来た、まさかの。どうなのこれ、これ結構いいんじゃないの、もうすでに。まだ魔法石1個しか使ってないよ。どうだ、来い来い来い。あ、6万5000、ハイスコア出ました。5万6000点だっけ、5万9000だったっけ。7.6、微妙。7.6 か、7.6 は微妙すぎる。もうちょい行くか。
7万1000来ました。7万1000来たぞ。結構頑張ってる。 5% 来た。目標達成。これ大丈夫でしょ。ダメかな。別に王冠狙ってないし、 5% 7万点取ってればギリギリ圏内入れるんじゃないですか。今日金曜日でしょ、土日で終わり、あと2日で終わりだっしょ。あと2日で追い上げ来るかな。ギリギリ 8% ぐらいで耐えられないかな。まあ今 3% くらいに入れたらベストなんですよ。だから今7万5000ぐらい取れたら結構ベストな部分はあるんですけど、いやでも今ぴったり 5% なんで、ここで終了したいと思いますね。別に王冠なんて狙えませんので、私のスキルでは。はい、というわけで、ですね、こんな感じでね、結構ね、階層ごとに使うスキルを決めてました。はい。やっぱね、ブツブツ言いながらやらないと忘れちゃうので、まあでも、全部の階層をワンパンできたのと、ドロップリフレッシュを入れてたんですけど、意外と必要がなかったっていう。ので、ドローリフを入れてなければ、もうちょっと、スキルを使うタイミングとかが別でもらえるので、まあでも、スキル使う時間帯とかももったいないからあれなんで、まああとね、2、3秒はね、少なくできたと思うんですよ。1、2回でちょっと手こずっちゃったんで。はい。まあ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 、いいでしょ。71,582 点になりました。はい、というわけで 5% に戻ることができました。健闘を祈ります。お疲れ様でした。バイバーイ。